こちらです。キャベツ。デブキャンです。俺たち、ミッドナイト坊主です。今回は、メンバーから大予想会。今回、15人のメンバーから、まあ予想というか、まあ妄想と言った方がいいですかね。そう。こうなるんじゃないかっていう。願望プレイも入ってます。当たったらなんか賞金出ますか？出ませんよ。ピタリ賞で。もう、そんな。15人、ピタリ賞。15人、マジで。青とかじゃないですよ。ライトブルーとかまで、後に公開されて15人ぴったり当たってたら、じゃあもう全部あげます。もう何でもあげます。何でもあげます。ありがとう。何でも、何個でもいいです。僕はね、あのデブキャンの家にあるアロハシャツ全部もらう。実は痛い。やばい。実は痛い。この夏裸で過ごさなきゃ。違う服着ろや。全部かけてやっていきましょう。全部かけたメンバーから妄想楽しんでいきましょう。それでは、It's Tasting Time。さて、ジュースジュース、エバタちゃん、アリザちゃん、イリエちゃん、はい、ツバキファクトリー、ヨフルノルノ、カサイちゃん、ヤギちゃん、福田、マリ。福田。なんで福田周平だよ、その周平。周平だね。なんでオリックスの一番なんだよ。ケンユニ、キララちゃん、カナミちゃん、コウトナナミちゃん、サイトマダカちゃん、そして、長山ちゃん、ひろもちゃん、西崎ちゃん、北原ちゃん、はい、新メンバー4人加わって、ナチュメ、この県員に元々の4人もまだメンバーから決まってませんから。決まってませんからね。僕も今回は妄想していこうじゃないかと。あ、まずどっから行く？え、まだ北崎ちゃん、僕紫でいきます。紫言おうと。はい、まあ、宮本かりんの意志を継ぐもの。そう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 、確かにな。紫でいい。エースの系譜で紫で。まあまあまあ、パープルパープルにしますか。じゃあでもジュースジュース、その色合いすごい難しいから、ね、パープルにします。じゃあパープルにするね。まあ確かに紫はありえる、まあ、ライトパープルよりはパープルかな。濃いめの、うん、宮本さんとの差別化でもライトパープルはない。あ、なるほどね。揃えよ、完全に。でもまずライトパープルで、後にパープルに。その成長過程もいいな。そこまでやってたらマジで何でもあげる。ライパーからパーに変わってる。ライトパープルのことライパーって略さないの。で、俺、イリちゃんは、ちょっとデイジーっぽいかもしれない。黄色系、デイジーちょっとあれかなと思って。俺はパッと見、緑なんかも、あ、言いませんか。緑そうだね。まあ、デイジーはいないからね。そう、デイジーはいないのよ。まあ、紫系と黄色系はまあ、いていいんじゃないですか。まあ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 、あるある。有沢選手ね。有沢選手は絶対に明るい色がよるわ。明るい色だよね。有沢選手ガチ見せ。有沢選手でもさ、あの、真っ赤な、やっぱあの、赤いハロメンといえばさ、あの、金沢智子さんじゃないですか。有沢一華、これ、ピュアレッドないですか？ピュアレッド。あの、リンちゃんみたいな。リンちゃんの。あるから、いいね、いいね。あと、赤系とめちゃめちゃ似合う。確かに、ジュース赤い色でさ、ペンライト広がるのも気持ちいいもんな。次世代金沢の何金沢さんが抜けたら、こう、またね、赤になるみたいな。綺麗にはまる感じの。そう、赤継承もできるし。確かに、有沢選手赤い方がいいもんな。そうそうそう。なんか濃いめの方がいい気がする、ね。もうだってジュース、もう白もいるしな。そうそうそう。レイレイ、白はないね。白かぶりはさすがだってライトホワイトとかないもんね。白には白はない。もう元々がない。白だけだからもうマットホワイト。そうそう、濃い白とか薄い白とかないもん、ね、白って白だから。なんかそれこそなんか透明とか言い出したらどうする。もう金とかもいいな。あ、ゴールね。ゴールド金。有田さん金。金ゴールドじゃなくて金。あ、俺有田さん金でいくわ。すごい感じで、一文字で金。一旦ミッドライト坊主的予想出すか。一旦うん、母ちゃんはライパー、まあ、ライトパープルでいいか。ライパーね、うん、有田さん金。金が最後食べたね。金。はい。イリエちゃんどうする。俺はデイジー推しなんだよね。黄色系ね。デイジー推しなんだよ。ゴールドイエローとかもあるけん。そうね。ただまあゴールドイエローちょっと金とかぶるから。デイジーでじゃあ、ゴールド赤にすればいい。ゴールドパープル。ゴールドパープル、金。金。あ、ゴー、じゃあ、そしたら有沢ちゃんがダントツトップになる。ゴールドパープルって何？ゴールドパープルって。じゃあ、ゴールドパープル、金。何ゴールド。ゴールドパープルって何なの？それでいくか。何なの？ゴールドパープル。ミッドナイト坊主的ジュースジュースのカラーは、エヴァちゃん、ゴールドパープル。有沢ちゃん、金。イリエちゃんがゴールデンイエロー。ゴールドイエロー、それ。ゴールドイエロー。ゴールドパープル。ってことになりました。つばきファクトリーいきましょう。はい。福田ちゃんがね、淡い水色がいい。まあまあ、でも俺は白とかなんだよな。でも白とか水色とかでも、意外と液晶もさ、白っぽさあるよね。じゃあ、あれ衣装が白だったら。朝ドラ感ある。朝ドラ感ある。ある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 。8人いるから、やっぱ、そこの兼ね合いが難しいんだよ。だから福田ちゃんも、水色いいけども、基礎がいるから、やっぱ。
基礎は、基礎の水色はもうビカビカの水色なんだけど、ゴールド、ビカビカのゴールド水色なんだけど、福田ちゃんは絹の織物とかに使われるな、シーブルーみたいなね、染色とかに使われるような日本伝統の水色みたいなのが似合いそう。確かにな。まあでも誰か白なんじゃないの。確かにね、やっぱ白やっぱ使いたがるしじゃん、まあ、だったら確かに福田ちゃんなんかな、白っぽいな、いいですけどね。笠井ちゃんは白じゃない、絶対にビッカビカのピンクとかもらってくる気がする。あ、ピンクか、だってもう、ビビッとくるもん。ビビッとピンクがいく、ビビッとピンクだと思う。通勤のピンクはキキピ、キキピ、キキピはでもちょっと薄めで、あとサオリがホットピンク、サオリあの人たちはピーチだもんな。だからビビットピンクまだいないから、ピンク多いな。ビビットピンクはビビットピンク、ビビットピンク、ビビットピンクで福田ちゃん白でいく、うん、ヤギちゃんどうする、どうしような、ヤギ塩は、ヤギ塩マジでも、でもなんか意外とやっぱ軽やかな動きと、うん、あのテクニックが光る手首、テクニック背伸びそうだね。背伸びそれ。黄色もあるんだよな。いや俺も黄色でいい気がするんだよな。まあ、岸本さんの黄色とヤギ塩の黄色全然違う風に捉えればいいか。そうそうそう、岸本さん黄色強すぎる。強すぎるあの人。だからちょっと薄め黄色。薄めの代々。じゃあでもあれは緑とかはもうあるか。まだ。濃いめの緑もあるか。濃いめの緑か。普通のそのね。オノピっぽい。そうか、まだ。そうねそうね。パンダブライトグリーンとか、そういう感じの、そこら辺も空いてますね。確かに。で、ね、ルノルノとそのヤギ塩だったらそっちの方が、うん、ね、グリーン。木もあるしな、そうした。確かに。山木さん。これでもこういうの大事だよ、ね。大事。こういうの大事。山木さん。山木さんだから、ヤギは緑だ。確かに。川ありますけど、どうします？うわぁ、でも。うわぁ、風ありますけど。風、水っぽいな、水色っぽいな。あー、どうします？でも、よくルノルノは水色でも全然いい。でも、俺はエースになってほしいから、赤もあると思ってる。赤ね、そう、赤ってやっぱりエースの色じゃん。確かに。オレンジは？オレンジもまあ空いてますね。空いたんだ。空いてんならオレンジあるな、どっかで。ヨフちゃんオレンジはなくはないよ。オレンジってでもルルのおかげでオレンジクソ強い色になってるから。確かに。オレンジあるな。確かに。うん、ルルからのルノでね。あんまり辛いなんだけど。ルルルの、ルルルのペアとか言われるかもしれない。確かに、ルルルの、ルルルのペアいいな。でもルノルル、あ、どっちだろう。ルルルのだろ。ツバキアウトリーは、ルノルノがオレンジ、うん、オレンジ、カサイちゃんがビビットピンク、ビビットピンク、ヤギちゃんがヤギ塩がグリーン、グリーン、マリンちゃんが白、はい、白、これでいきましょう。はいはいはい、いいじゃない、いい感じ。ケンユニ、さあ問題です。今回ここはマジで一つも誰も決まってない状態なんだけど、フラットだからな。僕米村キラル選手、はい、黄色系がいいなと思いまして、まあ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 、これもちょっと今思いました。あのやっぱ悪ガキ感を黄色でね、ちょっとあのマイナイとね、ちょっと悪ガキの感じが似てるかなと、はい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 、なるほど。多分今のところだと米村ちゃんリーダー説が一番濃厚じゃん。確かに、なんかな。で誰がエースになるかだと思ってるんだよこのグループは。難しい、難しいでしょ。結構ね、あのみんなエースなりたいって今まだ思ってると思うよ。でまあ久保田ちゃんはピンクであってほしい。なるほど、まあ、それでいったら石栗かなえちゃんはオレンジ臭いってな。俺も青でもいいと思ってる。でも、まあ、斉藤真中ちゃんは工藤遥香さんのクソオタクですよ。そうだね。あ、工藤さん大マッシャルってハロドリで最後言ってなかった。あ、そう言ってたな、言ってたな。ハガ斉藤ペア来る。で結構その推しカラーやるじゃん。やるね、やるね。斉藤真中ちゃんオレンジあるよ。あるな、それで言ったらあるわ。石栗から見ちゃん栗って入ってるから茶色もあるよ。石って入ってるから灰色もある。確かに。じゃあどうなんだろうな。グレーブラウンドでもそれぞれクマじゃんさ。月のマグマだから北海道だから。あ、そうか、北海道絶対茶色じゃん。西崎さんも結構ピンク似合うと思ってんだよね俺。西崎選手でも俺強い色言っても欲しい感じもあるけど、でも確かにピンクは似合う。平本瑠璃ちゃんが赤系と。だったら西崎選手俺赤にしたいな。え、ちょっと待って、西崎さんワインレッド青いる？このグループ俺は石栗ちゃんがワンチャン青かな。え、でもそしたら俺斉藤真中ちゃん青がいいね。そうね、でもドゥのオタクだから。で、ここまで公言した時に、なるほどね、オレンジ硬いかなと思ってたんだけどな。で、あと俺北原もじゃあ紫行くと思ってるね。あれもかっこいいわ。モモって名前だけどな、絶対紫の雰囲気がオーラが出てるんだ。オーラが紫なんだ。だからそのピンクは久保ちゃんの方が強い気がする。モモモはどっちかっていうとその儚いというかさ、そうちょっと昔の古き良きな、なんだっけあの人、山口桃江さんみたいな。ああ、わかるわかるわかる。めっちゃわかるわ。ちょっとその感じがあるから。少女絵、少女絵。あ、そうそうそう。めっちゃわかるわ。それ仲間ないわ。でも、でもそこら辺の雰囲気あるな。低めの感じ。わかるわかるわかる。だから、
明るくはないでほしい俺は。確かにそれめっちゃわかるな。ダーク系のメンバーカラーの方が映えると思ってる。でたまに見せる明るい時が逆にギャップでいいのかなと。めっちゃそれわかるわな。でも現在いるその紫パープル系統のハロメン別にダークなわけではないよ、ね、ダークってわけじゃないし、うん、なんなら可愛いですよ。だってカムライナさんとか野中美紀さんなんかでめちゃくちゃポンコツですからね。めちゃめちゃポンコツ。ただでも確かに北桃ちゃんはだからこそやっぱ明るいよりは暗い方が独自の道行けんじゃないかなと。じゃあ俺かっこいい感じでね、あの桃と小田さくらさんのペアみたいな。あーいいないいな。中山ちゃんは色素薄めがいいよ。俺は色素薄めね。逆にガッツリ出してもいいよ。でも山って入ってるからそれでいったら緑か。確かにそうだな、緑だな。で雑お前この動画見たら中山ちゃん泣くぞ。お前中山ちゃん泣いちゃうよこの動画見たら。薄めの緑いいかも。黄緑系、あライトみたいな。でもちょっと緑じゃないな。白入れるにはまだ早いもんな。色でいきたいよな。ちょっとまだね、折り面で白はちょっとまだ。そうそう、逃げだよな白って。そう、あの最終的がいい。あのアップフロントが用意した新たな刺客だから白は。最初のオリジナルメンバーに白はあんま入れないでほしい。後に入ってきたすごいやつが白持ってってほしいから。中山ちゃんはまあ白っぽさはあるけどまだ使わないでほしいから、薄めの儚い感じがいいな。儚い色。うん、儚い色。夕焼け、夕焼け色にしようか。夕焼け色。これ全部当たったら俺マジであのハシャツ持ってくる。夕焼け色当たったらいいもん。ひろもちゃんどうする？いやでも赤系統なんじゃないんすか？あ、わかる。8人はさすがに被っちゃうか、どっかで、うん、どっか被るのは仕方ないと思う。誰か一人じゃあ色合い的には被る。石栗ちゃんがなんだっけ、エメグリとかそういう系の。あ、エメグリさ、ルリちゃんに言わね。エメグリって名前がいい。エメルリ、エメルリ、エメルリか。エメルリじゃん。だったら中井夏美選手エメグリ、エメルリ、エメルリか。違うよ、エメヤマだ。クボちゃんが明るいピンク。あライトピンク系。ライトピンクで石崎さんが濃いピンク。わかる、わかる、わかる、それはわかる。で、石栗はブルー。まあ青か、そうだな。さすがにブルーになっちゃう。あるなら濃い青がいい。俺は。あ、わかるよ。石田さん、石田さん、そうそう、もうマジ濃いブルー、うん、じゃあ決まりました。ユニムラキラちゃんイエロー、はい、石黒ちゃんマジ濃いブルーで、クボちゃんがライトピンク、まどかちゃんがオレンジ、マジ濃いピンク、長谷夏恵ちゃんがエミヤマ、平本瑠璃ちゃんがレッド、レッドね、水崎ちゃんが濃いピンク、もももが紫、濃いパープル、パーだな、パー風に決定いたしました。おめでとうございます。こちらのでもうね決定したんで、あとはなってると皆さん発表です。あともうあの箱開けどうやってシューマイの発表の仕方だけ、シューマイの箱にするのかスカーフにしたりね、するのかシュシュにするのかみたいなね。そこら辺はそちらにお任せします。手錠かもしれない。手錠じゃないか、目隠しされてさ、手錠でさあーって見たら、メンバーカラーみたいなというふうにね。あとはもうこちらで色を決めてきましたので、アップロード皆さん、あと発表の仕方だけ考えててください。ということで今回の動画終わります。それではバイチュー。